ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか。インフィニットコンバーテ、アイズさんにお会いできて僕嬉しいです。アイズさん、新しい冒険行きましょう。遠い昔、無限の時を何一つの不自由なく過ごすことに飽きてしまった僕たち神は、さまざまな無駄を抱えながらも懸命に日々を生きる子供たちに娯楽を見出し、下界に降りてきた。下界に降りた神々は、一時一時を懸命に生きざるを得ない不自由さに、それはもう大いに戸惑ったらしい。しかし神々は、そんな不自由さや戸惑いにさえ喜びを見出したんだ。そして神々は決めた。不自由とは無縁の生活を捨てて、不便極まりないこの世界を大いに楽しみながら、子供たちがそうするように日々を助け合い、この下界で永遠に暮らそうと。僕たちが子供たちに与えられるのはたった一つ、恩恵という名のモンスターと戦う力だけ。恩恵を与えられた子供たちは、その神の眷属ファミリアになる。ここは迷宮都市オラリオ、ダンジョンと共にある町。地上に降りた僕は、ここで一人の少年と出会った。名はベル・クラネ、僕の唯一の眷属、ヘスティアファミリアのたった一人のメンバーだ。ベル、冒険者なら出会いを求めなくちゃな。醜悪なモンスターからか弱い女冒険者を助け、感謝されいい仲になる。これぞ冒険の醍醐味ってやつだ。ベル君、おい、ベル君。あれ、神様。ずいぶんと幸せそうな顔をしてたじゃないか。もしかして僕の夢を見ていたのかい？違いますよ、神様。そこは気を持たせてくれよ。まったく、どこまで正直なんだ君は。すみません。謝る必要はないよ。そこがベル君のいいところでもあるんだから。ところでベル君、今日もダンジョンに行くのかい？はい、
そのつもりです。頑張って早く強くならないといけませんし。頑張るのはいい。でも君はまだ冒険者になって間もないんだ。絶対に無茶をしちゃいけないよ。僕は君に何かあったら一生泣いて暮らすことになる。それだけは忘れないでおくれ。分かってますよ、神様。本当に分かってるのか。いや、絶対に分かってない。僕の乙女心を少しも察してくれてない。じゃあ神様、ダンジョンへ行ってきますね。本当に気をつけておくれよ。わかりました。じゃあ行ってきます。こんにちは。こんにちは。これからダンジョンに行くの？はい、今日はもう少し奥まで潜ってみようと思ってます。そっか。それでどう？ダンジョン探索に慣れた？はい、そりゃもう。そう。ねえ、ベル君、ダンジョンに行く前に少し時間をいい？いいですけど、何かあるんですか？冒険者の多くは、ダンジョンに慣れた頃に痛い目に遭うんだよ。だから。そこ。ん？その顔は何かな？僕、ちとも調子に乗ってません。だから、勉強会は。ベル君、おごりは禁物。復讐は大切なんだからね。それに、慣れてきた今こそ、基礎や基本を思い出すべきだと思うな。失っちゃうから注意してね。でも探索中のダンジョンから途中で帰還した場合、スキルポイントだけは残るの。アイテムはなくなっちゃうけどね。
状況を見定めて途中で帰還する勇気も必要ってことだね。無事にストーリークエストをクリアするとストーリーが進みます。ベル君の冒険、応援しているから頑張ってね。じゃあ気をつけてね。危ないと思ったらすぐに引き返すんだよ。はい、わかりました。
おかえりなさい。クエストはどうだった？はい、うまくいきました。またダンジョンに潜るよね。準備ができたら声をかけてくれる？わかりました。課題クエストと練習クエストについて説明するね。課題クエストは町の人からの様々な課題に答えるのが目的だよ。課題クエストをクリアすると、いろいろなアイテムがもらえるから、頑張って挑戦してみてね。練習クエストは、スキルポイントやドロップアイテムを集めるのに、うってつけのクエストだね。ただし、ストーリークエストと同様、ゲームオーバーになると、アイテムやスキルポイントがなくなっちゃうから、注意してね。どのクエストも難易度を確認してから挑戦することをおすすめするよ。それじゃ、ベル君、冒険頑張ってね。
ありがとうございます。
次はゴブリン退治だよ。はい、行ってきます。頑張ってね、ベルク。
ちょっと緊張しちゃいましたけど、なんとか。今日はもう帰って休むんだよ。ちゃんと栄養もとってね。エイナさん、今日はありがとうございました。アイズさん、新しいショーへ行きましょう。立て、構え。前衛、体型を崩すな。後衛組は攻撃を続行。ごちゃごちゃ言ってないで働きなさい。そんなこと言われても。ねえリベリア、まだ？忍び寄る戦火、免れ得ぬ破滅。海戦の角笛は高らかに鳴り響き、暴虐なる騒乱は全てを包み込む。穴が。レビア、危ない。
よ。まだ落ち込んでるの？すみません。みんなこうして無事にキャンプを張れてるんだから気にしなくていいって。今回は特にモンスターの攻撃が激しかったし、しょうがないわよ。でも魔導士がモンスターに仕組んで栄翔をおろそかにするなんて。ま、落ち込むのはいいけど、ほどほどにしてよね。この後夕飯の支度もあるんだから。はい。レフィーヤ？アイズさん！怪我は平気？これからのことについて話がある。本営に来てくれ。うん、分かった。あのリベリア様、お前との話は後だ。アイズ、今ちょうどお主の話をしとったところだぞ、アイズ。悪いんだけど、少し待っていてくれないか、アイズ。今は今後のことについて状況を整理するのが先だ。リベリア、ここまでに出た怪我人は？多少は出ているが、遠征の目的に支障をきたすほどではないわ。食料を含めた物資はどんな感じだ？予定通りの消費量だ。それゆえあまり時間をかけられん。相変わらず遠征は時間との戦いだね。この50階層まで5日。そしてここからはさらにモンスターの強さも増す。そしてその分、予期せぬ事故も起こり得る。だが今回こそ、遠征の目的を達成したいの。ああ、未到達階層59階層の開拓。今回こそ、その目的を達成させる。それでどうする？
明日にでも出発するか。その前に一つクエストをやっておかないといけない。51階層にあるカドモスの泉、その潜水の採取か。ビアンケヒトファミリアからの依頼だな。泉を根城にしているカドモスは階層主に匹敵するほどの強さだぞ。クエストメンバーの編成にはそれなりに気を使わんといかん。誰を行かせるつもりだ？そうだね、考える時間を少しくれるかな。飛びやがれ。
ウィン・フィンブルベトル。ありがとうね。そうね。さて、アイゼン、呼ばれた理由はもう分かっているね。なら話は早い。49階層での戦いの際、どうして前線維持の命令に背いたの？アイゼン、君は強い。だからこそ組織の幹部でもある。内容の是非を問わず、君の行動は下の者に影響を与えるんだ。ごめんなさい。反省の色も見えるし、お説教はここまでにしておくよ。さて、アイズ、カドモスの泉を目指す前に君に一つ頼みたいことがある。何？近辺の状況調査だ。カドモスの泉までの道中にいるモンスターも十分に厄介な相手だからね。もしモンスターが溜まっていたら排除してきてほしい。
状況は了解した。ご苦労だったね、アイズ。泉の採取はどうするの？ダンジョンの様相は常に変化し続けている。あまり時間をかけてはアイズの調査が無駄になってしまう。分かっているさ。クエストに挑むパーティーメンバーは追って報告する。今は疲れを癒してくれ。慣れないか。ちゃんとやらなきゃって分かってはいるのですが、あのクラスのモンスターが目の前に来ると頭が真っ白になってしまって。お前はアイズと一緒に戦いたいのだな。はい、もちろんです。それならば、恐怖に打ち勝ち、魔導士の使命を。無理だな、そりゃ。魔導士の使命だかなんだか知らねえが、モンスターにビビるような奴に足を引っ張られてたまるか。ベート、言葉が過ぎるぞ。は、憧れたのなんだの言ってるうちはザコは一生ザコのままだ。戦えねえならとっとと消えろ。気にするな。あのような言い方しかできない男だ。